コロラド州のスパニッシュピークメトロポリタン美術館、サミュエル・コールマンは、アメリカ合衆国の画家、インテリアデザイナーである。ハドソン側の風景などを描いた絵画で知られている。メイン州のポートランドに生まれた。子供時代に、家族はニューヨークに移り、父親は書店を開き、多くの教養ある人々が店に集まり、若いコールマンが芸術に興味を持つのに影響した。 ハドソン・リバーパの画家、アッシャー・ブラウンでランドに絵を学んだと考えられていて、18歳の1850年には、ナショナル・アカデミー・オブ・デザインの展覧会に初めて出展した。1854年までに、ニューヨークにスタジオを開き、1855年に、ナショナル・アカデミーの巡回員に選ばれ、正会員には1862年に選ばれた。 1850年代、1860年代にハドソン・リバー派の画家たちから影響を受けた風景画を描いた。南北戦争の後にはロマン主義のスタイルの絵画も描いた。旅好きで国外の街や港を描いた多くの作品を残した。1860年から翌年にかけてフランス、スペインを旅し、1870年代の初めには4年間、 ヨーロッパを旅し、地中海沿岸の街で長く過ごし、外国の景観を作品に描いた。1870年代から1880年代は、再び国内、特にアメリカ西部を旅し、トーマス・モランラと同じように、アメリカ西部の風景を描いた。南北戦争後に水彩画が人気になり、1886年にアメリカ水彩画協会の設立メンバーの一人となり、 初代会長に選ばれた T。版画の技術にも巧みで、ニューヨーク版画クラブの会員であり、ヨーロッパの風景の版画を出版して人気があった。晩年は有名な工芸家のルイス・カム・フォート・ティーファニーに協力し、インテリアデザイナーとしての仕事もした。アジアの工芸品の収集も行い、美術に関する著書もある。ありがとうございます。